私舞い上がっちゃうね。前から楽しみにしたんですよ。大好きなんです。門松さんに会えるということで、はい、門松です。門松としきてくないライブだなライブとか言って落語家みたいに出ちゃったけど、はい、あ私もうどうしよう。さっきからなんか上ずってるんですよ。上ずってきちゃったんです。全然上ずってない失礼しました。いつもこうなんです、はい、いつもこうなんですけどね、はいはい、門松さんっていうとね夏にぴったりっていう感じだよね。夏のイメージがすごいあるんですけどね。あ、そうですか。夏なんか意識してますか。特に意識してません。でも門松さんの曲ってなんか夏にぴったりって偏見でしょうか。たまたまじゃないですか、ね、やっぱり。でも去年も今頃だったし、うん、オンダシティショーでしたっけ。そうです ね。シーズンなんですよ。大体この時期ってレコード出す、うん、いい時期。冬は何やってるんですか。でも冬はレコーディングやってるんだから、要するに。あ、そっか。ずっと溜めて、じゃあ冬に夏の曲を作ってるんですよね。そうなると ね。そういう曲を書くときはね、うん、そうだけど。私も個人的に大好きなんでね、そんな詳しいことよくわかんないんですけど、難しいことが、うんうん、個人的に大好きなんだけど詳しいことはわかんないけど、それがいい加減なんですよ。どんな時にね、ああいう詩っていうかね、生まれるんですか、どういうのか聞いてみたいなと思うんですけど、ね、うん、昔はね、結構その風呂入ってる時とかさ、意外なもんですか。そういうもんなんだけども、うん、最近はなんか結構いろいろなんだかんだやること多くなったんで、うん、一夜漬けってするでしょ、ね、学校の試験の時とか。要するに僕なんかもそういう人だったから、うん、最近一夜漬けっていうか、うん、ともかく10日後にレコーディングがあるよっていうことで、うん、その10日間で10曲書いちゃうっていうか、そういう世界の最近は、うん、でも全然間に合わせっていう感じしてませんよ。10日間で作ったってね、俺すごくするんだけど、そんなこと言ったらでもよく海辺に行ったりとか、そういう風なことでポッと生まれるんじゃないんですか。例えばね、なんか、なんかがあるじゃない。それはその場でどうとらこうたらってんじゃなくて、うん、あ、ふっと湧いてくる。でもお風呂に入ってる時にね、ああいうじゃあ溜めとくんじゃないかな、うん、やっぱり、ね、あ、そう、お風呂に観葉植物があったりなんかしないんですよね。ない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 、うん、なんかこう雰囲気作りとかね、うん、その全然しないで、うん、ずっと今まで溜め込んだものが一気に爆発するみたいな、うん、だから その場所行ってはいできましたってめったに、うん、だってその場所行く時なんか仕事のことなんか考えてたりしたくないじゃん、やっぱ、うんうん、海って言ったらやっぱ遊んでたいもんじゃん、うん、海、じゃあサーフィンとかその、前やってたけどね、うん、今ちょっとやれなくなっちゃいましたね。あ、忙しくて、うん、なんか大変になっちゃって。それで、ね、僕行く時っていうのはね、うん、近場に行かないんですよ。伊豆の方まで行くから、結構その日にちを費やさなきゃいけないわけね、うん、海まで行くとなると、うん、自分らの仲間が行くのは必ずその伊豆まで行くわけ、うん、だからちょっと大変になっちゃったから最近行ってないんだけど、うん、体力が続かなくて。いや、もともとないですかね、あんまり。でも本当スマートですよね、見た感じ。痩せてるんですね。うん、私の半分ぐらいですね。今太ってるんですか。うん、また足を見る。一度見ないです。いい女のイメージってどうですかね。いい女のイメージ。どんなもんですか、うん、どういう女がいい女だと思うって聞いてるわけですよ、ね、うん、そう、門松さん自身の好みでいいです、うん、そうですね、うん、頭のいい女がいいですね、やっぱりね。あ、私と同意見ですね、うん、だからその男の人がいて、うん、男の人のこう、こう先回りができるっていうね、ある意味で。だけどそれを男に感じさせ、うんうん、ない、感じさせないという、あ、そういう意味で。そんな女がいたら誰でもいいっつうんだから。普通誰でもそういう女がいいっつうんだけどさ。あ、そうですか。いやでもね、言われたよ俺、女性間に関しては結構究極的には古風なんだねって言われたのね。そういう場合そうかもしれないなと思った。じゃ別に外見にはこだわらない。こだわる。こだわる。めちゃくちゃ見てください。ところが、うん、僕も好みの女性の顔っていうのは、うん、バラバラなんだよね。あれもいいけどこれもいい。だから好きになってしまってから、あ、こういうタイプも実は僕は好きだったんだなみたいな。でもやっぱり鋭角的な人がいいみたい。なんていうかこの、あ、甘いっていうか、ともちょっと、うん、クールな顔の人がいいみたいな。どんな奥さんをこう望んでます。そうですね、うん、やっぱりこうもういい奥さんねって言われるような奥さんがいいですね。家庭的な人も好きですか。好きじゃない、やっぱり多分。だけど結構そのなんていうのかな、家庭べったりっていうんじゃなくてね、やっぱり動きのある人がいいと思う、やっぱり、ね、やっぱり何かその人仕事持ってる方が好きですか。うん、ある程度持ってて、それで結構フリーランスでね結構やれる人なんかだったらいいんじゃないかなとか思うけども、要するにさっきも言ったように動きのある人っていうか、それでその動きに無駄のない人がいいね、お家のこともちゃんとしっかりやるけど、ちゃんと他にもこう目を向けられる余裕を持ってる人って、動きに無駄のない女の子っていうのもあれ、例えばさ、なんかこう来ても、ともかく奉仕的な女の子でもやたらこういろいろやってくれたりとか、もうあれしてこれしてと、ものすごい気を使う女の子じゃん。気使いすぎたらトゥーマッチなのね、要するに。だから迷惑ってわけじゃないんだけども、全然迷惑でも何でもないんだけど、
僕逆に気を使っちゃう人なのよ。だから気を使われすぎる。いいから座ってなさいみたいなさ、うん、だから歩道の線ででもそういう風に、いいから座ってなさい、どういう意味ですかいいから座ってなさいみたいなさのがあるわけです、うん、だから、うん、あの節々を抑えられればね、うん、だからいいの。だからそういう意味で無駄な動きのない人、うん、でかつ動きのある人っていうのは、うん、あの奥さんとし奥さんにしてると、そういう奥さんを見てると結構ほら心よいじゃん、スカッとするじゃん、そういう、うん、やっぱりずっと一緒にいる人だからね、疲れちゃいけないですよね。いつも新鮮な人がいいね、やっぱりそんな人ってあんまりいないんだけどね、うんうん、結構言うだけただですね。言うだけただよ、本当に、うん、だから当分結婚しないんじゃない多分、私なんかもう何も言わないから結婚してください、誰かなんて大丈夫で大丈夫ですか、すぐで言うんだよ。そうですか、うん、なんか何も言わないでください。いや大丈夫大丈夫、僕が保証してあげる。あ、うん、忘れないでくださいね、忘れないでくださいよ、はいじゃあまたぜひお会いしたいです ね、 そうですね。じゃあ最後に曲を門松さんの方からお願いします、はい、それではあの新しいアルバムの中から1曲、はい、ミッドナイトカールというやつを、はい、どうもありがとうございました。私、うんうん、彼の曲って大好きだな。そうだね、うん、ね、あの門松さんがね、うん、ゆかのことを南国系の顔で、うん、リエのことを北方系の顔してるねとか言ったんだよね、うん、なんて言われたってさ私会ってみたい人に会っちゃったもん